ここ気に入ったわ。私から開けてもいい？あ、キンダーサプライズよ。アマンダの方は？私の方もそうよ。おかしいわね。確かに怪しいわね。でも二人ともラッキーでよかった。チョコエッグが大好きなの。最高なデザートよね。ゴミを投げないで。こっちに飛んでくるわ。ごめん、キンダーに夢中になりすぎたの。食べてみたいな。あ、中にお菓子があるわ。もっともっと食べちゃいたい。あ、美味しい。チョコとチョコの相性って抜群ね。おかわりが欲しい。あ、こっちはグミよ。やった。いろんなサプライズが待ってるのね。アマンダにはわからないでしょうけど。私の邪魔をしないで。あ、チョコレートだ。もっともっと最高になってくるわ。アマンダは何見てるの？早くエッグを食べなさいよ。確かにそうね。え、何これ、まさか生卵？こんなの嫌よ。それで終わりだと思ってる？最後まで食べなさい。こっちにはごちそうが入ってればいいな。あ、まただわ。気持ち悪い。生卵なんか大嫌い。アマンダ、運が悪かったわね。私の方にはお菓子がたくさんあるのよ。いいでしょ？あ、いいこと思いついた。口でキャッチしてみる。簡単なのよ。私にもちょうだい。あ、痛い。嫌だって言えばよかったじゃない。私のことをからかわないで。仕返しするわよ。生卵を食べてもらうの。羨ましい？しょうがないわよ。あれ？チョコっぽくないわ。まずい。絶対にアマンダの仕業でしょ。なんてことしてくれたの。まだまだこれからよ。召し上がれ。いいわよ。いいアイデアだってあるの。すごく似合ってるでしょ。何を企んでるの。目玉焼きを作るのよ。スージーも羨ましがるぐらい美味しい目玉焼きよ。美味しそうな匂いでしょう。スージーどいて、負けないわよ。アマンダって料理が得意だったのね。悪いけど食べさせないわよ。邪魔するわ。スージー、なんてことしてくれたの。あー、目玉焼きが。新しいランドね。どっちから始めるか決めましょう。やった、私。あー、コーラだ。ラッキーなのね。私の方は何かな。私もコーラよ。どっちかはチョコレートだと思う。おかしいわね。開けられない。歯で開けられるかな。あ、チョコだ。ラッキー。いいな、私のもチョコレートだったりして。普通のコーラだったけど、それでも嬉しいわ。中には何かあるかな。空っぽのわけないでしょうけど。あ、やった、チョコレートが流れてくる。夢みたいだわ。おいしい。もっともっと飲みたいわ。もう飲み終わっちゃった。スージーすごい顔よ。洗ってきたら。あ、チョコがたくさん残ってるわ。食べればいい話でしょ。汚いわね。そんなの関係ないでしょ。おいしければいいの。鼻のチョコが舐められない。よし、最高。スージーすごいわね。容器のことをすっかり忘れてたわ。チョコでできてるから食べられるのよ。おいしい。もう止まらないわ。少し残してよ。食べてみたい。絶対に分けないわよ。お願いしても無駄だからね。私たちは友達でしょ。私にはコーラが残ってるけどね。私も少し飲んでいい？いいわよ。見て、中に何かある。どこ？おバカさんね。私はスージーのことを騙したのね。ずるいじゃない。そんなことしちゃダメでしょ。ただで済むと思ってるの。いいえ、私はメントスを持ち歩いてるのよ。ちょうど使えると思うわ。メントスをコーラに入れたらどうなるか知ってるわよね。見て、なんかあるわ。そうそう、
こっちを見てて。はい、できた。何もないじゃない。何よこれ、なんでコーラが噴き出してるの。あ、すごいことになったわ。続けましょう。いいわよ。信じられない。唐辛子よ。ショックね。アマンダから始めて。いやよ、今回は騙されないからね。こんなの食べない。アマンダから食べて。分かったわよ、そんなに言うなら私から始める。美味しいわよ。チョコレートなんだ。やった、食べてよかった。待って、それなら本物の唐辛子は私のってこと。もうちょっと量があればスージーと分けてあげてもよかったのに。残り一口よ。美味しかった。次はスージーの番ね。怖いわ、辛いのが大嫌いなの。なんで唐辛子を投げたの。少しびっくりさせようとしただけなのに。もう十分驚いてるわよ。こんなの食べさせないで。静かにして、早く食べちゃいなさい。ほら早く。確かに早く食べた方がいいのかも。あれ、辛くないわ。気に入ったかも。気をつけて、おでこに当たったわ。あー、辛くなってきた。気が早すぎたみたいね。もっともっと辛いの欲しい。はい、飲んで。ありがとう、ちょうど水を飲みたかったの。これタバスコじゃない。また騙したのね。助けて、飛んでっちゃう。綺麗だけどなんだか落ち着かないわ。すごい、楽しんできてね。お願い、これだけはやめて。死んじゃうわ、助けて。なんてことしてくれたの。ごめん、わざとじゃないわ。きっと面白くなるはず。早く蓋を開けよう。ビータから始めて。やだ、なんて最悪なの。というよりかトゲトゲだね。私本当にこのサボテンを食べなきゃいけないの。怖いわ、トゲが刺さっちゃう。まあいいわ、なんとかなるはず。痛い。もういいでしょ。まだまだよ、早く食べな。あ、いいこと思いついた。トゲを全部切っちゃえば痛くなくなると思う。ちょうどいいパンチだってあるわ。じゃーん、これで噛むたびに痛い思いをしなくても済むわ。サボテンが美味しいといいんだけど。どう？すごく早く完食したね。そんなことないわ。すごくまずい。伝わったよ。次は僕の番だね。待って、レディーファーストよ。それに私のは美味しそうなアイスクリームなのよ。早く食べなきゃ。ビーター、私のアイスどこに隠したの？早く隠して。いやよ、よく見て。丸い形をしてるでしょ？私のよ。それぐらい簡単に直せるわ。温度を上げればアイスクリームもドロドロの液になる。でもコーンが三角だからその液は私のものよ。できた。なんて美味しいの？ビータにあげたら絶対に後悔してたわ。美味しすぎるの。アレックスも蓋を開けて。カモン！すごい、なんて綺麗なんだ。美味しそうなサンドイッチだよ。早く食べたいな。誰とも分けなくていいのも嬉しいな。これは全部僕のものだ。自分のだけだって。サンドイッチを食べるための作戦を思いついたわ。アレックス、ビータが呼んでるわよ。この包丁で四角いサンドイッチを切れば2つの三角になるわ。ごめんね、アレックス。でもこうするしかなかったの。私もお腹が空いてるのよ。そうきたか。だったらこの三角のサンドイッチに同じ三角の唐辛子を入れちゃおう。反応を見るのが楽しみだ。おいしい。アレックス、残念ね。あれ、逆に良かったわ。アーサム。何かおかしいわ。どうしてサンドイッチに唐辛子が入ってるの。助けて。
火を消すのにぴったりなものがあるよ。早く飲んで。早く貸して。私が飲んだのは何だったの？あー、すごい、いいショーが見れた。さあ次は何が出るかな。リータはチップス、私は、あ、おいしいものが当たるといいな。ドッグフードって、僕は犬じゃないのにこんなの食べたくないよ。その必要はないわ、私が先に食べるからね。早くスイカを食べたいな。なんてジューシーなの。真夏日にはぴったりね。私でもスイカを食べる方法思いついたわ。この専用スプーンを使うの。ケイシースプーンをどうぞ。そっちの方が食べやすいわよ。ありがとう、本当に食べやすいわ。残念、これでスイカは私のものよ。丸く切ってあるじゃない。今度からは気をつけてね。やったわね。くらえ。外れよ。いくらでも投げていいわよ。私はスイカを食べちゃおう。あなたのせいでスイカもあと少ししか残ってないじゃない。残りは誰にも渡さないからね。おいしい。完食よ。ビータ、あなたの番ね。チップスはきっとおいしいわ。プリングルスならなおさらね。大好きなのよ。私もよ。だからビータからチップスを奪うの。振るだけで手に入るから楽勝ね。おかしいな、どうして空っぽなの。チップスはどこ。大変だわ。誰の仕業なの。チップスはどんな形でも美味しいでしょ。でも僕はドッグフードを食べなきゃいけない。こっちの方がまずいよ。匂いを嗅いだだけで吐いちゃいそう。食べなくてもいい。ちゃんと食べなさい。見てみてよ、まずそうでしょ。味見だけでもしてみないとか。ああ最悪、まずいよ。ドッグフードは専用の食器で食べるのよ。私が持ってきたことに感謝しなさい。感謝するよ。これでもっと見栄えがひどくなった。スプーンで食べるのは絶対に無理だ。手伝ってあげるわ。動かないでね。必ず入れるわよ。えい、どう、おいしい。これよりもまずいものは食べたことがないよ。これの何が面白いの。本当の面白さはこれから僕が見せてやる。なんてことしたの。私たちにまで犬の匂いが移るじゃない。楽しいね。今回運がいいのは誰かな。見てみましょう。私じゃないみたい。僕は運が良かったよ。お寿司は大好きだ。私もよ。チョコレートが当たった。それにとても美味しいチョコなの。お店ではなかなか見つけられないから貴重よ。みんなも美味しそうによだれが垂れているでしょうけど、私は絶対に分けないわよ。美味しい。もっともっと食べちゃいたいな。食べられてよかった。でもその前に空手の技を見せるわよ。ほらすごいでしょ。私はいつでも仕返しできるのよ。これからすごい技を見せるわ。チョコレートを口でキャッチするの。それだけじゃないわ。一つぐらいなら誰でもキャッチできるし、全部一気にキャッチするわ。一つもキャッチできなかった。恥ずかしいわ。気にしないで、これで僕もお寿司を食べられるし。まずはお箸を取りな。僕はお箸を使えないんだよ。今から使い方を学習すると一つも食べれなくなる。でもお箸の使い方さえ変えてみたらどうかな。例えばお箸にお寿司を刺してそのまま食べるとか。食べやすいし手も汚れないよ。私とも分けてくれる？いやだ。それにお寿司なんていらないでしょ。ジューシーなレモンを食べな。どれだけ酸っぱいのか想像できるわ。はあ、いやだ。まさかレモンがブーメランみたいに戻ってくるとは。どっか消えて。レモンはビータの運命だったみたいだね。なんてバカバカしいルールなの。そうよ、レモンを少しマシにする方法さっき思いついたわ。顔を向けばいいの。
Awesome! Wow! あ、ごめんアレックス。でも新しい髪型の方が黄色い T シャツによく似合うわよ。よし、おふざけもここで終わりよ。ああ、レモンのせいでおかしくなったわ。ひんやりとしたシャワーが必要。これでだいぶ良くなったわ。面白い顔だね。玉ねぎだけはやめて。臭くなるのなんて嫌よ。なんて大きなピザなの。最高だわ。僕は一番美味しいシュワシュワの飴だ。まずは私がこの玉ねぎを始末してもいい？最後に残すのだけは嫌だわ。どう？美味しい？もうからかわないでよ。本当に辛いのよ。この玉ねぎがどれほどまずいかも知らないで。きっと一口食べただけで吐き出すわよ。私も戻しそう。なんて臭いの？ごめんなさい。あら、ケイシーのピザの上に丸いサラミが乗ってるわ。私のものってことね。こんなに美味しいものが私を待っているって考えると嬉しいわ。丁寧に切れば四角いピザができるね。僕も食べれるってことだ。僕にはシュワシュワのキャンディーもあるから手を汚さないようにしないと。なんてことするの？恥ずかしくないの？私のピザなのよ。四角いから僕のだよ。はあ、ほとんど何も残ってないわ。でも全部食べられなくてよかった。少しは食べられるわ。僕にはシュワシュワのキャンディーが一袋もあるよ。早く食べてみたいな。見た目は美味しそうだよ。ああ、本当にすごいわね。期待しないでね。全部僕一人で食べるから。美味しい。もっともっと欲しいよ。欲張りね。上から雨が降ってきたらどう思う？あはは、これでいいのよ。私たちを怒らせるとこうなるわ。